こんにちは。パクチーの幸、イタリア料理教室をやっております藤野幸子です。こちらではシンプルで美味しい簡単にできるお料理、お菓子パンをご紹介しております。今日はですね、じゃーん、今日はですね、こちらニューサマー、こちらの皮ね、皮だけを使ってですね、美味しいビールを作っていきたいと思います。はい、中身美味しくいただいちゃいました。ということで、今日の、ね、配合は下の概要欄の方に貼っておきますので、よかったらご覧ください。ちなみに私はラクチナサチというイタリア料理教室をやっております。そちらではですね、対面レッスン、オンラインレッスンもやっております。今ですね、下の方に貼ってある、ね、LINE のところを、ね、見ていただいて登録していただくと、素敵なちょっとしたプレゼントも差し上げていますのでね、 YouTube から来ましたってね、メッセージください。はい、ということで、それでは早速始めていきます。チャワドッポ、また後でね。まずね、心のね、このこれですね、この硬いやつ、これをまずね、全部取っていきます。で、そしてですね、このこんな風になってるんですけど、これちょっとね、こんな感じに4つぐらいにですね、切ります。そして鍋にどんどんね、入れていきますよ。めんどくさい人はね、もうね、手でちぎっちゃってもいいですよ。こんな感じでね、手でどんどんちぎっちゃってください。はい、こんな感じでね、鍋いっぱいになりました。ここにお水を入れていきます。いいよ、火をつけます。で、たっぷりのね、水を入れて、まず水からね、このまま一回沸騰させていきます。そして沸騰したらお水をまた取り替えて、また沸騰させます。これをね、このピールがね、このピール、皮が苦味がなくなるまでね、繰り返します。だいたい3回くらいかな。ちょっとやってみますね。はい、沸騰し始めました。そしたらね、一度このお湯を捨てて、新しいお水に変えて、また火をかけていきたいと思います。こうするとね、苦味が取れて美味しくなります。これでね、今2回目です。これをね、何回か繰り返していきますよ。お水から茹でて、沸騰させて、そして捨てる。これをね、何回かやります。はい、3回目がちょっとね、終わっているんですけど、結構柔らかくなっていますね。ちょっとつまんで食べてみて、苦味がね、もうそんなになくて気にならなくなったら、今度はこのままですね、今度は柔らかくなるまで煮ていきます。はい、2時間ほど煮込んで柔らかくなりました。それでは水を取り替えます。はい、それではお砂糖を、これはこの皮のですね、重さの半分入れます。はい、それでは弱火にして煮ていきます。時々ね、つけたりね、消したりして、で、消して冷めてまたつける、消してまた冷めたらつけるってやると味がよく染みていきます。はい、全部ね、水分が飛んで、シロップが全部ね、この皮の方にね、吸い込まれております。ちょっと時間かかりますが、頑張りました。新聞紙を敷いて、上に網を乗せて、上で乾かしてます。お好みの、ね、硬さになるので、はい、こちらね、今3日経ったものなんですけど、結構少し乾燥してます。で、中はまだね、少しね、柔らかい感じにしてあります。そしたらこれをね、細かくね、包丁で、キッチンバサミが便利だと思うんですけど、こんな感じで切ってみてください。こんな感じで切れました。
ラニュー糖はね、もう適当にまぶして、で、周りに入れていきます。これね、ちょっとチョコレートかけようかなって本当は最初思ったんですけども、実はちょっと見てください、これすごい細いんですよね。こういうね、細いのにチョコレートかけちゃうとすごく重たくなっちゃうので、今日はこのままお砂糖かけにしました。はい、ということで今日はこんな感じで完成です。ちょっとね、食べてみたいと思います。いただきます。爽やかで美味しいですね。紅茶が飲みたくなってきますね。うん、うん、ちょっと中はね、しっとり仕上げてます。でね、乾燥具合はね、皆様のお好みでね、乾燥させてください。今日はね、2日、3日目でね、こんな風にね、カットしました。はい、ということで今日はニューサマーの、お砂糖だけをご紹介いたしました。今日の動画面白かった、ためになったという方はぜひチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。インスタグラムでもね、いろんなお料理ご紹介してますので、よかったら見てみてくださいね。それではまた、チャオ、次のチャンネルでお待ちしてます。チャオチャオ。